江戸末期、水戸藩が石川島造船所を設立。 IHI グループの歴史は造船業から始まった。その技術を基礎として時代が求めるさまざまなものを作り続けてきた。明治以降、世の中が激しく変化していく中で、社会が抱える問題と向き合いながら技術の力で解決し、産業の発展を支えてきた。そして21世紀、気候変動がもたらす地球規模の課題に立ち向かう時代、技術をもって社会の発展に貢献するという経営理念のもと、私たちは防災・減災、脱 CO2、 暮らしの豊かさの実現を取り組むべき社会課題とし、次の未来に向けてさまざまな価値創造を追求していく。 IHI グループは地球とそこに暮らす人々が持続可能であるために、自然と技術が調和する社会を目指しています。